令和元年10月20日広島広域公園第2球技場にて2019中四国アメリカンフットボール大学選手権大会ディビジョン2山口大学対山口東京理科大学の一戦が13時キックオフで今から行われます。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側メインスタンド側カラーのユニフォームブルーのユニフォームが山口大学、奥側バックスタンド側がホワイト山口東京理科大学です。山口大学キックオフ、山口東京理科大学リターンで試合が始まります。しかしここでイエローフラグ反則が発生しています。両者に反則がありました。オフェンスにはホールディング、相手選手を捕まえたという反則です。しかしディフェンス側もパーソナルファウル、パス、ラフィングザパサー、パスを投げた選手に対するハードヒットです。したがってこの反則を両方取りオフセット、先ほどのプレーは無効となりました。インターセプト、攻守交代。パス成功、ファーストダッシュ、全然成功、キュービーサイナイスラン、ファーストパス成功、ファーストタッチダウン、何学の27番ピッチを受け右オープン展開、相手タックルをすり抜けそのままエンドゾーン飛び込みタッチダウン、山口大6点獲得。このバント転がりよく山口大学陣8ヤード付近でボールデッド。中央へのランプレー、キャリア6番オフェンスの反則です。ホールディング、しかしこの反則取りません。このランプレーによるファンブルを取りました。したがって攻守交代、ターンオーバー、パス成功、タッチダウン。コーナーバック30番ワイドレシーバー18番にパスを通し、18番そのままエンドゾーン駆け上がりタッチダウン。山口東京理科大学6点獲得。浪速国有球は反応後から足を突破、ファースター監督です。キックレングス35ヤード、
このキックはショート、フィールドゴール失敗です。攻守交代。このバントシャンク、あまり陣地を返せませんでした。しかしここでイエローフラグ、反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド。ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。5ヤードバッタイ、したがってオートマティックファーストダウンです。パス成功、タッチダウン。クォーターバック16番、ワイドレシーバー10番にパス。このパスを取った10番、そのまま独走状態になりエンドゾーン飛び込み、タッチダウン。山口大6点獲得。パス成功、ファースト。タッチャー。何枠27番、ハンドオフを受け右オープン展開。そのままブロッカーを利用してエンドゾーン飛び込み、タッチャー。山口大6点獲得。理科大学ファースト。理科大学ファースト。中央へのランプレー、キャリア27番。しかしこれは山口大6番がアジャスト。パス成功、ファースト。中央へのワンプレー、キャリア27番。しかしこれは山口東京理科大72番がジャスト、ノーゲイン。パス成功、ファースト。パス成功、ファースト。クォーターバック16番、パスを投じようとしましたがターゲットカバーされスクランブル。しかしそのまま左オープン独走しタッチダウン、6点獲得です。山口大学6点獲得。パス成功、ファーストダウン。23番、パス成功。パスは成功、しかしファーストダウン至ったかどうか判定を待ちます。ファーストダウンには至っておりません。4回目の攻撃失敗となりますので攻守交代、ターンオーバー。成功、3点追加。山口大学30点、山口東京理科大学6点。ここで試合終了となりました。試合終了となりまして、山口大学30点、山口東京理科大学6点で山口大学の勝利。山口大学入れ替え戦出場決定です。